続いてはズームアイのコーナーです。さて、毎年9月は生活習慣を見直して健康寿命の延伸に努める健康増進普及月間です。そこで今夜は群馬県健康長寿社会づくり推進課課長の武智博之さんと健康増進係の設楽さんにお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さて、まず初めに気になりましたが、この健康寿命という言葉ですね、県民の健康寿命、これ実際にどれくらいなのか武智さん教えてください。まず健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことです、はい、青色の折れ線が平均寿命、オレンジ色の折れ線が健康寿命です。ほうほう。群馬県では女性 75.80 歳、男性 73.41 歳となっています、健康寿命は伸びておりますが、平均寿命との差を縮めることが課題になっております。なるほど。私たちは県民の皆様にもっと長く健康にお過ごしいただきたいと考えております。確かに。ね、もっと長く健康でいられるようにしたいとは思うんですが、群馬県にはどういった健康課題があるんでしょうか。群馬県では県民の皆様の健康寿命の延伸を目指して元気県群馬21第二次計画を策定しております。そこで明らかになってきました主な健康課題は、メタボリックシンドロームの該当者および予備群の増加、糖尿病有病者数の増加、糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の増加、特定健康診査の実施率および特定保険指導の実施率が低いというものでした。さまざまな課題があると。となると健康寿命を長くするためにできること、どんなところなんでしょうか。そうですね、はい、健康寿命を延伸するためには運動習慣の定着や食生活の改善などにより糖尿病のような生活習慣病を予防したり、重症化しないようにすることが有用です。そこで県民の皆様により良い生活習慣を身につけていただきたいと、群馬元気の5か条として掲げ県民運動を進めております。この群馬元気の5か条とは具体的にどういったものなんでしょうか。こちらの番組のコマーシャルでも今月紹介してくださっています。こちらの5か条、この5つの条文にあります取り組みを一つでも良いですし、組み合わせていただいても良いですので、ぜひ実践してほしいと思います。そして本日は実践的な取り組みの一つである県公式アプリ GWalk プラスについてお話を伺いたいと思います。改めてこちらどのようなアプリなのか設楽さん教えてください。はい、GWalk プラスはスマートフォンを持って歩くだけで簡単に歩数が記録できるウォーキングアプリです。特に仕事や育児で忙しい若い世代や働き盛り世代からの健康づくりをサポートするため県で制作し、現在4万7000人以上の方にご活用いただいています。皆様ぜひインストールしてご自身の健康づくりにお役立ていただきたいと思っています。まずはこういった習慣からというのが、ね、大事かもしれません。実際に歩数を確認したり毎月コラムも楽しめるというところなんですね。毎日の体重を入力するとこれグラフでも見ることができるということですから、設楽さん、その他にもおすすめの機能があるということですね。はい、はいはい、私がおすすめしたい機能はランキング機能です。ランキング、はい、同僚や友達、家族でグループを作って競争しながら楽しめる機能です。なるほど、はい、企業単位でも登録できますので、健康経営の一環として福利厚生事業などに使っていただいている企業や団体様も増えてきています。はい、仲間と一緒だと頑張れますよね。いや本当ですよね、仲間の存在があってこそですよね。はい、企業登録をすると、企業内の個人ランキングと企業間でのランキングが表示されます。はい、職場の仲間と一緒に取り組めるイベントとして、12月にはアプリ内のランキング機能を利用した企業対抗戦を開催する予定です。企業対抗戦は参加している企業単位での歩数を競うアプリ内でのイベントです。昨年度30社近くの企業様にご参加いただきました。参加者の方からは、一人で歩いているよりチーム戦となると頑張るきっかけになりましたなどの感想をいただいて、前向きに取り組んでいただけました。やっぱり一人で歩いているよりはね、仲間がいた方がね、
どっちがこう競ってるのかとかね、分かりますもんね。またあの企業で参加することによって、やはり同僚と協力し合いながら、まあモチベーションも高めて楽しく健康づくりに取り組むことができるということなんですね。そしてあの G ウォークプラスのポイント制度、まあ、ここについても設楽さん教えていただけますか。はい、はい、G ウォークプラスでは歩いたり体重を記録することでポイントがつき、貯めたポイントを抽選で特典と交換できます。先ほども群馬県の健康課題と取り組みについてお話ししましたが、うん、G ウォークプラスのポイントメニューはこのような県の健康課題に対応しています。なるほど、体重を記録するってものすごく重要なことなんですね。そうなんですよね。そしてあの貯めたポイントってこれどのように利用できるんでしょうか。はい、ポイント数によって抽選に応募できます。抽選は年4回で、特典は健康関連商品や体験型クーポンを用意しています。次回の抽選は12月となっておりますので、うん、今からポイントを貯めていただき、ぜひご応募ください。今からでも間に合うということですね。はい、たくさん、ね、今から歩いていただいて参加していただけたらと思います。はい、さて改めて G ウォークプラスについてご紹介します。G ウォークプラスの利用料は無料です。通信料はお使いのスマートフォンの契約プランによって異なるのでご注意ください。ダウンロードは G ウォークプラス公式ホームページから二次元コードを読み取っていただくか、アプリストアなどからダウンロードできます。詳しくは G ウォークプラスで検索してください。それでは最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。はい、今まで忙しくて自分の健康について考える機会がなかったり、健康は気になるけど積極的に取り組んでいるわけではなかった方も、面白そうだからやってみようかなと思える魅力あるアプリになっています。ぜひインストールして健康づくりにお役立てください。ぜひ気軽にね、皆さん取り組んでもらいたいなというふうに思いますね。はい、今夜は群馬県庁健康長寿社会づくり推進課課長の竹地さん、そして設楽さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。